こんにちは何年か前のことなんですけどもその YouTube だと思うんですけどもね動画配信をしながらマッチをね吸ってる40代ぐらいの男性がいたんですよでマッチがなかなかつかなかったんでぽい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 ねゴミを吸っていったんですけども、えー、パッとついたんですよねある瞬間にでついたのをまあびっくりしてなんかしたんでしょうねなんかそれが燃え広がってね結局部屋が燃えて家が焼け落ちちゃったっていう冗談みたいなことがあるんですよ で、その間中ずっとライブ放送続いてたんで、焼ける模様とかね、その家の男性とか、お母さんが出てきて、消火する模様とか出てきたんですけども、消火って言ってもね、お風呂から洗面器で水をジャンとかけたりとかね、あの、炎を布団でパッパッパッとやって、さらに煽るみたいなね、ちょっと勘違いした消火活動した結果、結局家が焼け落ちてしまったってことなんですけども、 これね、多分ね、見てる方はね、どっちかっていうとね、笑っちゃうんじゃないかなと思いますけども、やっちゃった本人はね、今頃どうしてるんでしょうね。お母さんにこっぴどく怒られたんじゃないかなと思いますけども、なんと言いますかね、まあ、あの、死人に撃つ,つようですけども、室内でそういうライターの使い方をおっしちゃったりとか、あとね、やっぱこう、灰皿みたいな、こう、燃えないものの上に、こう、燃えかすとかを置くんならいいですけども、そのゴミ箱の中にね、 あの消えたかどうかわからない消化不十分な未確認なものをボンボン投げていったところでなんかこういう事件のね発端が起きてしまったところを見るともうちょっとね分別をつけた方が良かったんじゃないかなと、うん、まあでもね本当に命に支障がなくて良かったと思います周りの方はねやっぱりびっくりしたと思うんですよこういうことが起きますから、まあ、昨今ね人を巻き込んで受験会場に殴り込んでみたいなことがあったりとか同級生をね タで刺してみたりとかその電車に乗ってなんか周りの人を切りつけてみたりとかいろんなねすさまじい事件がありますけども、うん、なんかねこの動画に出てきたマッチでライターする人はもう全然その人に迷惑をかけてやろうとか人を傷つけてやろうって気持ちは全くなかったと思うんでね、うん、なんかそういう意味では悪い人ではないと思うんですよ。まあ、ですんでねちょっとこう何やってんのとは思うんだけども、うん、でもきっとこういう人は。 まあきっとね、嘘もつかないし、人を傷つけないし、いい人なんじゃないかなと思います。まあただね、家を焼いちゃったっていうところで、お母さんに怒られたと思うんで、まあそこはちょっと反省しながらも、今頃は立ち直ってね、火、えー、の用心、火の用心してくれていることを私も望んでおります。はい、じゃあ以上でございます。